ビーワッパメに行こうかな。ベーコン解凍中につき撮影続行。はい、まもなくデビューシングル「We Are Family」カム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  We Are Family。僕ら探してる家族として受け入れてくれるとこ、傷ついて怯えてるんだ、助けてほしいよ。動物だって感情はある、同じ生きているんだ。愛をください、愛を返すよ、いつまでもあなたのために。さえずり聞いた瞬間起きるよ、みんなの平和を祈り、連想そして怖い説、朝ごはんの支度横目で見つめながら静かに待って、クンクンニャーニャー甘え声、太陽さんおはよう、今日も一日地球で暮らしてる僕ら、愛愛愛仲間だよ。はい、We Are Familyお届けしました。ロタ島というところに2012年から2015年までの3年間ロタ島というところに生活をしてたんですけども、その時に突然作詞作曲できるようになりました。で、私は子供の時に子供の時に、まあ今で言うと虐待ですけども、昔でしたら厳しいしつけという、そういう環境で育ちまして、親から愛をもらった覚えっていうのがないんですね。で、まあ愛を知らない人だったんですけども、そのロタ島で、まあ、ご縁がありまして、犬2匹と一緒に住むことになって、その2匹のメス犬がラッキーとハッキー、ラッキーハッピーなんだけどね、それが子供を産みまして12匹、この12匹の子犬ちゃんと親が2匹だから14匹で生活することによって、私は犬たちから愛を教わりました。というところで、この We Are Family っていうのが本来の、タイトルはパラダイスドッグ、みんなのこの彼らたちのパラダイスドッグのテーマだったんですけども、日本に帰ってきて殺処分ねされる、あれもよく調べてみると、何毒ガスみたいな、そういうの実験みたいに使われてたりするわけですよ。で、ボランティアの方がね、いろいろ活動されているのを見て、あ、なんかそういう We Are Family、 そういうのにこう音楽でね表現していただいたらいいなっていうところで、歌詞を書いて作ったのが We Are Family でした。はい、ということで、まあいろいろありますけど、北海道紋別市に来てまたね、ちょっと犬を飼いたくなっちゃってるわけよ。なんですけどね、この先どうなるかわからないから、まあ、ちょっと考えますね。殺処分されそうな保護犬とかね、横に結構なスペースがあるんで、あそこをドッグランにしてもいいかなとかね、いろいろ考えてますけど、犬ってドッグでしょ、ドッグって反対から呼ぶとゴッドなんですよ、神の使いなんですよ。実は本当にもう私はここら辺はね、思い出すとね、思い出しただけで泣けてくるんで、あまり今まだ思い出さないようにしてるんですけども、本当に愛って人間から、例えばほらいじめとか親の虐待とかもそうだけど、人間からいじめられたり、こう
愛と反対のことをされたとしても、それを癒してくれるのは人間じゃなくてもいいわけじゃない。だから一番良くないなと思うのは全てを拒絶することだと思うんです、うん、で、まあスピリチュアル系の話になりますけども、自分でその親を選んで生まれてきてるって解釈もあるの。なぜならば自分がやりたい、今回やろうという、まあ、計画書みたいなのを自分が書いてて、これをやるに一番やりやすい親はどこかなって、まあ何よく言ったことないか覚えてないかわかんないですけど、上から見てて、本当魂っていうものは生まれる直前にあそこ行きますってパーッと入るらしいんですわ、一説によるとね。そう考えると、あ、確かに私が選んできたうちだなというところで、全ては解釈なんですよ。過去に起きたことって変えられないじゃないですかね。起きたことは変えられなくても、その解釈を変えることってできるんですよ。なので一番良くないのは成長しないこと、もうこうだからってもシャットアウトする、うん、じゃなくて、あの時こうだったけど年を取っていくと解釈が変わったりするから、人生って、私は皆さんに言いたいことは何かっていうのは、今この瞬間のことだけで決めるなっていうことなんですよ。つながっていくから、本当に死ぬまで分かんないし、私たちは死のうと思っても本来はなかなか死ねません。何回か自殺したことありますけど、しようとしたことありますけど、やっぱこう救いの手が入ったりします。で、亡くなっていくっていうのは、亡くなったら私はそれはそれで OK だと思ってます。そうやってなかなか死ねないっていうのが分かってるんで、まあ、それはその人たちのシナリオでそう書いた。ただ亡くなる時にやっぱり表現はしてるんですよ。私はね、都会にも住んでましたけど、人身事故ってイコール自殺ですから、それで心が痛むわけですよ。まして日曜日とかね、そういう時に飛び込むってやっぱり表現したいわけです。で、それを世の中の人は、こんな忙しい時に飛び込みやがってとかね、思っちゃう人っていうのは同じことが返ってくるんですよ。っていうところで言えば、とにかく死ぬのはやめましょう。追い込まれてるのは分かります。ただ追い込まれてるって裏を返せばチャンスなんですよ。その中で、例えば自己破産もいい、自己破産もいいし倒産もいい、何でもいいじゃないですか。生活保護だっていいじゃないですか。とにかく生きることです。で、何か困ったことありましたら、まあみんなをみんなね、ボランティアでちょっと助けることはできないんですけども、まあ、お話とかね、そういうのであれば、まあ、メール、これからいろいろそういうのやっていくんですけど、結構なんていうの、人に頼り系はダメなんですよ。私自立と成長を促す人間なので、依存系の人はバサッといきますけど、お断りさせていただきますけど、そうじゃなくてというのは、まあ可能な限りお返事はさせていただきますので、とりあえずメールですね。はい、多分メールができない人もいるのか、メールが、とりあえずは、じゃあ私のとこ来る前に貧困ネットワークというのがありますから、瀬戸さんって、同じ名前の瀬戸さんっていうのやってらっしゃいますけど、貧困ネットワークもあります。私のところはメール以外だったら電話番号、コレクトコールって今できるのかな、コレクトコールってできるのかな、今ちょっと聞いてみましょう。ついでにどこに聞けばいいんでしょうか。あ、見ればいいのか。じゃ、コレクトコールできるんだったらコレクトコールでもいいよ。昔やった、よく、お金がないからコレクトコール、コレクトコールあるのかな、スマホ。コレクトコール、コレクトコールは通話料金を着信者で負担してもらうための電話の付加サービスである。料金受信人払いの、そう、よくあったな、外国からでもコレクトコール。でも今って話したい放題じゃない、話したい
コネクトコール携帯から終了だよ。ほら NTT コネクトコールサービス終了へ。どういうこと？どこに電話すればいいんだ？コネクトコール携帯、コネクトコールのかけ方を教えてください。携帯電話にかける場合、うち携帯しかないもんな。コネクトコールのかけ方を教えてください。2004年だからな、4年だと無理じゃないの。106にダイヤルすると担当者が出るので、相手の電話番号をつけて申し込む。NTT またはドコモであることが条件。すいません、ドコモさん、私ねお好きじゃないんです。 au しか使わないんです。ってことはやっぱメールだな。メールだし、はい、もしくは調べてください。はい、そういうことなんで、NTT じゃないので多分使えないと思いますので、メールでもし何かあったらお問い合わせください。ということで第2弾お届けしました。第2弾、今日の第2弾11、じゃあ歌っちゃおう。役割が終了よ、役割はここまでよ、なんでこうなる不思議なものだと思ってみても、全ては完璧。一見悲惨に見えること、世の中たくさんあるよね。テレビやラジオ、ニュース、暗いことばかり流して、心が悲しく臆病になるけど、それでも意味ある、愛がある、そんなことどうしてわかるの。言いたい気持ちわかるけど、 No no no、結果は今じゃない、今じゃない、後になってわかること。役割が終了よ、役割はここまでよ、またチャンス来たな、軌道修正したら問題ないよ、全ては完璧。ということで紋別母ちゃんお届けしました。ぜひ登録ボタンポチッと押してください。ありがとう。